今日は晴天に恵まれました。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンで試合に臨んでましたね。なるほどね、やはりそういった準備がプロ。打った、大きな打球になった、レフトセンター下がっていく、下がっていく、真ん中を破りました。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあまず1球目、やはりピンチになると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。引っ張った、これはどうだ、ファーストの横抜けました、ホームに送球する。マリーンズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁。打ちました、取った、一塁送球、アウト、ワンアウト、バファローズ1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0、マリーンズなおもピンチです。バッターボックスには4番小栗。マリーンズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負った場面。打ちました、これはどうか、ショート取った、一塁送球、マリーンズさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ここはこれ以上傷口を広げたくないですね。まあそして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。その警戒すべき九里、打席に入っています。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功。これで単打でも2点入ってしまいますね。そうですね。さあここをしのいでいけるか。低めの変化球見送りましたがストライクです。外野フライすら打たせたくないこの場面、三振。打ちました、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバー、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズセンターオーバーのタイムリーヒット、3対0、マリーンズなおもピンチです。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。ちょっとサイン通りの投球ではなかったですよね。立ち上がりを攻められています。まあここは踏ん張りどころでしょうね。まあそしてこのバッターはチャンスに強いですから丁寧にいった方がいいでしょうね。そうですね。さあ気をつけていきたい。痛烈、これはスタンドへ入りそうです。切りました、ファールボールです。ここはギリギリに外れるくらいのボールが理想ですね。はい、引っ張った、レフトが追いかける、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、マリーンズその差が5点に広がる重い一発を浴びました。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。ここで一発を浴びてしまいました。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。またしても点を入れられてしまいました。バッターは7番に入っている金村、昨日は4安打を記録しています。マリーンズ初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。切れていきます、ファウル。3球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、2アウトランナー1塁。バッターは9番に入っている牧、昨日のゲームは5安打の大活躍でした。打った、高く上がった、
これはどうか、ボールはそのままフェンスに直撃、バッターランナーは二塁到達、これで6連打、ツーアウトランナー三塁二塁。これが1球目、打った、高く上がった、センターバック、センターバックする、スタンドには届きません、サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、バファローズが突き放します、フェンス直撃のタイムリーヒット、7対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックス新井、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。マリーンズこの回先制点を許しています。打ちました、ヒットになった、三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します、センター前へのタイムリーヒット、8対0、マリーンズもうこれ以上点、ここは当然という交代でしょうか、マリーンズピッチャーを変えます、マウンドに上がるのは2番手の東條、さあマウンドに上がったのは東條、今シーズン2試合目の登板です、昨日に続いてマウンドに上がります、走ってきた、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗、しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした、8対0、2回になります、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります、バッターはデイビス、先ほどの打席で先制となる打、しっかり捉えた、センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます、バッターランナーは2塁到達、先頭バッターを出してしまいました、ノーアウトランナー2塁です、初球は大きな変化球、ボールになります、改めてお聞きします、バッターボックスの小栗、どういったタイプのバッター、引っ張った、中村一塁送球します、アウト、ワンアウトです、バッターボックスには5番栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています、いやそうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね、痛烈な打球、高く入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました、これがチーム2本目のホームラン、真ん中に入ってしまった変化球、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました、クリーンナップに一発を浴びてしまいました、打順は6番鈴木、先ほどの打席でツーランホームランを放っています、打たれてしまいましたね、はい、さて今日のマリーンズの先発は序盤大量失点で交代した石川、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました、インコースへ大きく外れます、追い込まれました、ワンボールツーストライクです、ファウルです、いい当たり、これは大きい、伸びていく、このフライはヒットになりそうだ、満々中左中間破っていきました、バッターランナーは二塁まで進みました、今日もマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました、打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました、これがチーム3本目のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました、マリーンズ追加点を許します、12対0、チェンジアップが真ん中に行ってしまいましたね、はい、8番バッター古久保、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね、そうですね、ジャストミート、伸びていく、ここは打ち上げています、2球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト、バッターボックス牧師、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています、バファローズこの回7人目のバッターになります、ファウルになります、打ち上げました、ここはフライになっています、3球目打っていきましたが取りました、アウト、しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています、12、3回の表
小宮山さん、序盤から大量失点となっています。なんとかしたいところですよね。まあそうですね、今頃ブルペンもえらいことになってると思いますね。そのあたりのスイッチ、交代のタイミングも見極めが必要です。打ちました。変化球に泳がされてワンアウトとなっています。打順は2番新井。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、打ち上げた。これは浅いフライ。この打球はフライになっています。初球から積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。枠をいっぱいに使ってきます。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。打ちました。これは大きい。伸びていく。ここは打ち上げています。変化球を打っていきましたが最後はセンターフライ。掴んで3アウトです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。回は4回の表に入っています。バファローズの攻撃、バッターボックスには指名打者の小栗。今日は盗塁が1つあります。マリーンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。一塁そのまま入ってアウト。5番バッター栗、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、まずはワンアウトを取っています。高めスライダー外れました。ここはバッター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあどう来るか。一二塁間取りました。今日も3安打猛打賞。ワンアウトランナー一塁です。バッターボックスには6番鈴木。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いや、今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。中村が掴んで2アウト。7番バッター金村、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、2アウトになっています。今のはちょっとヒヤッとしましたね。はい、そうですね。バットに当たりません。三振。3アウトチェンジ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。西さん、今日の展開ですが大きく離されて一方的な展開となってしまいました。選手としてはどんな気持ちが大事になってきますか。打った。藤岡取ってワンアウト。バッターは9番牧師。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。東条、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。伸びていく。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー2塁となりました。これが初球。打ちました。レフトに大きな打球。レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。13対1マリーンズ、なおもピンチです。バッターボックスには2番新井。甘いコースでしたが見送っていきます。2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで2試合連続の猛打賞。ワンアウトランナー2塁1塁。インコース詰まりました。このチャンス打ち上げてしまいました。インフィールドフライで2アウト。バッターは DH 小栗。今日は盗塁を1つ成功させています。2アウトになっています。打った。ライトに大きな打球。伸びていく。どうだどうだ。ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ右中間へのタイムリーヒット。15対1マリーンズ、もうこれ以上点はやれません。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成。打った。大きな打球になった。ライト下がっていく。入った。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。
初球でした。しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。警戒すべきバッターに浴びた一発となりました。6番バッター鈴木。さあ初球は何か。最初は変化球できました。インハイ決まっています。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。低めボール。一二塁間取りました。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ5点を追加しています。バファローズのリード広がっています。これから6回バファローズの攻撃です。そしてマリーンズはピッチャーが変わります。背番号24東が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。最初は変化球できました。しっかり捉えた。これは大きい。伸びていく。2球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。打った。藤岡掴んで一塁アウト。打席には9番バッター牧。先ほどはツーベースを打ってますから、ええ、ここは警戒しているでしょうね。そうですね。ツーアウトランナーありません。2球目は何で来るか。ファウルになります。3球目は何で来るか。打ち上げました。ファウルグラウンドへのフライです。3球目打っていきましたが最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。西さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが選手たちはもちろんまだ諦めてませんよね。いやもちろんですね。これだけねお客さんも来てくれてますからね。最後まで試合を打ちました。浅いフライ、ヒットになりました。これが今日4本目のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番新井。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何で来るか。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。滑り込んでアウト。盗塁失敗。真ん中に決めてきました。ノーボールツーストライク。打ちました。ライト下がっていく下がっていく。わずかに右に切りました。ファールボール。一二塁間、井上抑えて一塁アウト。バッターは3番デイビス。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。初球打ち抜けていきます。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日もマルチヒット。ツーアウトランナー二塁。まず何を投げてくるか。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバックする。入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手主砲の一振りでした。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まず打ちをついてきました。これが2球目。綺麗に落としてきました。打ちました。これは大きい。伸びていく。外野へまだ伸びている。右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。
バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打、ツーアウトランナー二塁。初球から際どいコースをついてきます。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、マリーンズなおもピンチです。バッターボックスは7番金村。バファローズこの回7人目のバッターになります。変化球を見極めます。この球は外れました。打ちました。これはどうだ、東一塁を送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、存在感のあるバッターですけども、逃げずに思い切って攻めていくべきですね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。はい、これから8回、点差が大きく開いたリードの場面でバファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の山下。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。最初は変化球できました。真ん中へ、打ちました。伸びていく、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打の吉田。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。ホームに送球、マリーンズさらにピンチになりました。ノーアウトランナー三塁一塁、打ちました。左中間に強い打球、さあどうだ、左中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナーもホームイン。バファローズが突き放します。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の酒井。さあマウンドを任されたのは酒井。今シーズン2試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。甘いボールでしたね。まあ、ピッチャーが変わった初球は狙われてますから。インサイド打ち上げました。ライトへ打球伸びる、ライセカンドランナータッチアップ。打順は3番デイビス。先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー三塁です。バッターボックスには代打のドレイパー。ワンアウトランナー三塁です。初球は何から入ってくるか。最初は変化球できました。ドカーンと大きな当たりです。スタンド一直線、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。今シーズンの初打席で初ホームラン。強引に引っ張られ、大きな弧を描いてスタンドまで届いてしまいました。マリーンズ追加点を許します。代打に浴びた一発でした。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち、取りました。これで3打席連続のヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦で、はい、
いきなり牽制、一塁はセーフ、一塁牽制セーフ、ファーストランナースタート、キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。まあ得点差がありますからバッターを打ち取ることに重きを置いていればいいですね。なるほど、これは手が出ないか、ストライクを取ります、ボールになります。まあここはバッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね、うん、打ちました、この打球は落ちるか、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、打ったバッターセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは三塁まで進みました。バファローズ1点追加します。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは6番鈴木、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、初球打ち、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前のタイム、バッターボックスには代打の羽田、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。さあまず1球目、初球打ち、これはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。これで5連打、ワンアウトランナー三塁一塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。さっきツーベースを放った、打った、センターに強い打球、掴みました、犠牲フライにはなりませんでした。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね、ツーアウトになっています。これは変化球、落ちるボールに手が出ました。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、この打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球の突き刺さった、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム7本目のホームラン。追い込んでからのストレートでしたが、しっかりと引っ張られたあたりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手の大谷。さあマウンドに上がったのは大谷、今シーズン初登板です。最初は変化球できました、ファウルです。次は厳しいところでストライクを取らないといけませんね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、アウトコース見送ってストライク、2ストライク2ボールと追い込んでいます。ファウルになります。6球目は何で来るか、変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。小宮山さん、だいぶ厳しい展開とはなっているんですが、最終回になりましたね。いや、もう本当最後ですからね、もうあとはゼロで抑えて打線の、これから9回、点差が大きく開いたリードの場面でバファローズは代打を送ります。バッターボックスには代打の粟口。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。まあこれ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。ストライクになります。3球目打ちました、ヒットになった、これが今シーズンの初ヒット、ノーアウトランナー1塁です。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ヒットで2球目打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、
三塁タッチはアウト。ワンアウトランナー一塁です。バッターはダイソーから起用されている村上。昨日のゲームで見事なホームランを放ちました。ワンアウトランナー一塁です。2球目打ちました。ヒットになった。これで3連打。ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスは5番栗。先ほどの打席でタイムリースリーベースを放っています。いや、さっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。高めのボール打っていった。高く上がった。ここはフライになっています。取りました。2アウトランナー二塁一塁と変わっています。バッターはダイソーから起用されているブライアント。バファローズこの回は3本のヒット、しかし得点には結びついていません。さあ2球目は何か。センターへ持っていった。ぐんぐん伸びる。外野ヒットになりそうだ。頭上を越えていった。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。間に合うか。ファーストランナーもホームイン。バファローズ追加点を挙げました。マリーンズさらにピンチが続きます。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。前の打席はいい当たりのヒットでしたから、ええ、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。レフト線へ持っていった。ぐんぐん伸びる伸びる。入った。ホームラン。ただ、さらにダメ押しの一発。今シーズン第1号のツーランホームラン。これがチーム8本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。山下打席に入っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球ボール。次が2球目。切れていきます。ファウル。打ちました。藤岡。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ4点を追加しています。残念ながら千葉ロッテマリーンズ敗れてしまいました。西さん、負けたチームとしてもこれぐらい一方的な方が逆に諦めがついて気持ちを切り替えられるといったこともあるかもしれませんね。まあ、ただね、やはりね、反省点は非常に多いと思いますね。ですからこの負けをぜひ次に生かしてほしいですね。